ルパピコフィーバー。サークル幼稚園、みんな今日も元気に遊びましょう。はい、お姉ちゃんお砂遊びしよう。いいよ、二人ともお城でも作るのかな。もはや砂の彫刻。はぐみちゃん指遊びしよう。いいよ、グッチョキパーで何作ろう。何作るの。右手がチョキで左手がグーで、フィンガーピッキング、フィンガーピッキング。ファンクなベースで粒揃い。かおちゃんおままごとしよう。いいよちーちゃん、二人ともおままごと好きね。かおる、いつ帰ってくるの。お父さんはバンドなんかやめて実家継いでほしいって言ってるよ。まだ帰らねえ、もうちょっとなんだ。バンドマンとそのお母さん、どうしても母さんたちに見せたい景色があるから、もう少し見守っていてほしい。お父さんには内緒で仕送りしとくからね。売れないバンドマンと激ヤマ母さん。みんなケンケンパして遊ぼう。いいよ、ケンパケンパ。うん、今度は普通の遊び、楽譜でケンケンパ。みんな次は来月のお遊戯会の練習をしましょう。はい、お遊戯だ。曲に合わせて歌って踊ってね。バンドはたびたび大喧嘩。何その歌。すれ違い多くてまあ大変、怒涛の不満がこんにちは。一旦腹割り話しましょう。地獄絵図の予感。Don't cry、 そろそろソロ活動。なんか怪しいピー来たーって、こんなのお遊戯会でできないよ。もっと可愛いお話ないの。じゃあ楽器の音が大きすぎてボーカルが全然聞こえないバンドの話やる。え、カタクナに音差使ってチューニングしたがるギタリストの話やる。普段は耳コピするから実は全員譜面読めないバンドの話やる。私は500ピースバンドの話やる。もういい加減にしなさい。やれやれ、寝顔は可愛いんだから。